お疲れちゃん、スラッタス。今日ですね、こちらエルジャイがね、バランス調整で7コストになっちゃうので、こちらのエルジャイやっていきたいと思います。ということでね、今回のバランス調整でね、エルジャイが8コストから7コストになりました。まあ、その代わり HP と、まあ、攻撃のダメージが下がったよと。まあ、ですがね、カウンターのダメージは変わってないので、もう普通に壊れたと思ってます僕は。うん、今すぐ加工して10コストにしてください。なんで7コストエルジャイがね、どんぐらい強いのか、まあ、もしかしたらですよ、バカ弱いかもしれない。けど、わかんないね。それはちょっと今からやっていきたいと思います。さあ、ということでね、エレジャイやっていくんですけど、一応このデッキで言うと、墓石がね、加工されてます。スケルトンの出る間隔がね、0.5 秒かな。はい、遅くなってるんで、この最初に出てから、次出るまでがちょっと遅いです。はい。ちょっと遅いんで、逆にこのタルババをね、回避できましたね。相手びっくりしてますね。あれ遅くねっていう。はい。で、あとはゴルナイですね。ゴルナイも強化されて、まあ、前のね、ダッシュ距離に戻りました。で、かつ、タワーに突進してから、突進しません。なので、キング起動は、まあ、言ったらほぼされないんじゃないですか？真ん中の辺の相手のユニットをこう、辿っていかない限りは、基本キング起動はしなくなりました。で、いやー、これガチで渋いっす。エリポンも、今回修正されて、6個使って、8コストを作ってくれるのは変わったんですけど、まあ、HP がちょっと弱くなって、回収スピードがちょっと上がったみたいな。で、壊れた瞬間に1エリクサー確定でもらえるんで、まあ、エリクサーを作る量は変わんないんですけども、ライトニング持ちには6コスト使ってライト打たれても1コスト絶対回収できるんで、壊れた瞬間の、1回収っていうのがガチで強いですね。いや、しかもなんか今回の相手のデッキ、何これマジでなんかめんどくさっていう。ガチでめんどくさデッキ来た。さあ、ゴーレムね、近畿道失敗です。笑ってくれ。よいしょ。まあ、失敗に見せかけて成功です。ということで、今回の相手は、エリポンゴレです。で、ガチで、まあ、墓石は全然今後も使えるけど、ゴボウリの方が使用率上がるかも。で、ゴルナイも使える、全然使えると思いますね。いや、これがうざいね。これ1コスト取られます。はい。相手はね、今、俺から1アド取りました。いや、こうなってくると、ライトニングは今後結構渋いというか、きつい、気がしますね。てか、まあ、エリポンがちょっと強い。そう、エリポンはね、普通に、結構増えてもいいんじゃないかなと僕は思ってます。これ一時交換したいな、ちゃっちゃ。ぶっちゃけ墓石あれば止まるんで。ゴーレムってね。知ってました？ゴーレムって墓石あれば止まるんですよ。いや、これアイスウィズのこの踏み、エロい。いやー、エロくない、全然。え？めっちゃ相手、守っとるやん。なんで？全然エロくないのと、普通になんか、エロいってなんだっちゅう。やべえよー。まあこれでも、相手も守りをね、しなきゃいけないんでね。いやー、出た。これガチで嫌っすね。いや、これいきます。で、ライトかな。で、ゴルナイ走ります。で、走ると、いや、エレジア押す、熱い。タワーで絶対ストップしますね。いやー、これもう一回俺エレジア行っていいな。ね。あれだって8枚ぐらいしかできないんで。よいしょ。さあ、守る構えして、スピード対決なら負けない。いや、負けない理論。スピード対決はね、これ、俺の方が早いんじゃない？で、ここでライドラをエレジアに入れるんじゃなくて逆サイに持っていく。いや、これちょっといいんじゃない？いや、しかも、アイウィズの遅延も使って、さあ、ライトニング圏内だ。オッケーオッケーオッケー。いやー、強い。てか、エリジェイ7コスなんだ。気づかなかったな。やってて。でも、なんか、ケツユニットからの8枚エリジェイが間違いなくやりやすくなってる。のと、まあ、あとは、エリジェイを出せる頻度がやっぱ上がるっていうのはね、ちょっと強みなんじゃないかなとは思うんですけどね、単純にやっぱ、施設突破しにくいとかは、多分そんな変わんないと思うんで、まあ、施設にライトニング打った後の、今までの入る量がちょっと弱い。でも普通に2周目エリジェイ、3周目エリジェイが来るのがね、ガチで嫌なんで、まあ、エリジェイはな、強そう。余裕で強いと思うな。これで下方はない気がする。まあ、あんま変わんないか、
ちょっと強くなってるよりだと思うね。で、ゴルナイはな、まあ、どうだろうね。全然使えるとは思うけど、どうでしょう。久しぶりすぎて。なんか、圧着衣とかに染まってたからさ、もうどうなんだろうっていう。まあ、ダッシュ距離伸びたのは熱いけどね。タワーが最終ゴールです。タワーに当たったら、ね、なんかタワーの目の前でやってさ、グン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 グがあったけど、もうタワーに当たってからはもうね、他のとこに当たんないんで、いやー、それがね、どうなんだろうっていうのはある。タワーがゴールです。いや、LJ7 見慣れねー。いやー、でかこれ。あー、これめんど。さあ、ここはさすがに LJ で受ける。で、迫撃砲も使ってたもんな、相手。いやー、これはまあ、一旦やっとくか。いや、いらんかったー。渋い。この変なトルネがやばい。ガゴムできたらなえる。さあ、アウトロー迫撃か。あー、ゴミきついです。これゴリきついです、マジで。迫撃砲がきついですね。まあなんだけど、なんとかはなりそう、正直。いや、ゴルナイマジ久しぶりすぎてやばい。まあ、ここ1コースでスケブも対応しなくていいのは強い。ゴルナイもちょっと増えそうだな。さあ、墓石置いて。まあ、エレジャイ7コースね。7コースか。まあ、強いっしょ。誰がどう見ても、下方だろうとはなんないと思うんですけどね。でもまあ火力としてちょっと物足んないはね、ややあるかもしんない。まあだからなんかバルーンとか入れればいいんじゃない？エレジャイにスケラとか。そういう話じゃないのかな？なんかエレジャイになんか他のカード入れれば、それでいいんじゃねっていう気もしますけどね。てかなんか今回の相手あれだな、俺の思ってたデッキとちょっと違うの。すごい小物。小物デッキだ。ね。で、ここが強いです。2周メルジャイのこれが強い。で、まあ、ここは一旦もう一回、ケツからいきます。まあ、2周メルジャイ、端前7コスで飛ばせるの結構ね、熱いな。よいしょ。さあ、守って。まあ、形組んでライトかなさ。いや、2周メルジャイ欲しいね、これは。ここはライトじゃなくて。さあ、で、ここで、ある程度壊してほしいんだけどな。もう一回ケツですね。まだですね。しっかりタイミングをね、見極めます。今だっていう時は来るんでね。今だっていう時は来るまで、さあ、粘って、まあ、エリシャやっぱ体力がちょっとね、少ないですね。前と比べると。そう。ちょっとだけね。さあ、ここトルネードで使っちゃうと、相手のね、アウトローがやばいんですけど、ああ、ゴルナイ走らない。いやー、やばい。今の痛い。今の走ってほしかったね。まだ粘りですね。やっぱ2周目でじゃ行きたいですね。7コスの強みだと思うんで。さあ、で、毎回真ん中ハギ来てたんで。ゴルナ走る。いや、ここですね。これです。さあ、2周目が早いです。で、あっちを引っ張りながらの、さあ、いいんじゃない？いやー、それは強い。マジで強すぎる。ベビーが入ってる。いや、これでもさ、もう一回いけるんですよ。いや、これ、やばくない？結構強くない？さあ、トルネで引っこ抜いて、いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、マジ、7クスになってるのさ、ああ、強えな、これ。だって、エレジャイが高頻度で来るんすよ。いやー、そりゃそうなるよね。いやー、めっちゃいいやん。え、しかも、ゴルナイも、いい。ああ、エレジャイゴルナイ時代来るね、これ。いいね。迫撃とか鬼きつかったんすよ、今まで。そう、でも絶対今よりはね、勝ちやすくなってる気がします。
いいね、エレジャイゴルナイ。まあでもなんか、マイティとかでも面白そうっちゃ面白そう。いやー、ナナコスな、こういう、なんだろう、普通のエレジャイもだし、なんだろう、高回転の、もうなんだろう、エレジャイ出しまくる系も強そうだし、なんだろうな、なんかとりあえず高回転でエレジャイ出せるのが、事故がないっすよね、前よりもまた。だから、普通にこの、ケツ初手エレジャイが、来ます。やっぱ初手ラバ初手ゴレがあるんで、初手エレジャイもあるんですけど、あーきつい。今までってやっぱ8コストだったっていうのもあり、あんまなかったかもしんないね、初手エリジャイは。今回はもう初手エリジャイし放題です。7コストなんで皆さんいっぱいしてください、初手エリジャイで。スパーキーは鬼キツです。ちなみにそう、まあここはエリババはしょうがないですね。で、これもしょうがないですね。痛えガチで。痛すぎるわ。いやー、余裕で、エリジャイ出さなきゃよかったっすね。7コスいけーと思って出したら、スパーキー来てボコボコです、今んとこ。で、マジで、まあエリジャイはね、スパーキーエリババはね、勝てないんですけども、粘りなのと、あと7コスなんで、2周目エリジャイが結構熱そうな気もするね。いやー、これ、墓石咲いたのやばいかな、もしかして。まあ、粘りっすかね。いやー、どうしよう。なんか、もうちょっと足遅いように行ってほしいね。おー、エレキから入ってくるか。さあ、まあ、あとこのマイティディガー、一体どんぐらい頑張ってくれるかっていうのもありそう。マイティディガーで行っちゃおう。え、これさ、これエリジャイにさ、竹が行くじゃん。で、このマイティがさ、無双みたいなとこない？いや、全然お前掘らんやん。全然掘らんのんやけど。いや、でも結局、エリジャイ刺さればいいから、いや、あるある。よし、え、バカ刺さっとるやん。で、掘る必要ない2コス。いや、持ってね、この2コス。ね、ただ掘りたかっただけっていう。いやー、何してんだ？いや、でも、マイティ結構削んな。いや、いや、頑張ってはいる。いやー、で、ここはまあ、最悪防衛ライトっすね。エリババがどこに来るか次第だけど。さあ、耐えたい。いやー、いい。耐えれる。さあ、耐えたい、耐えたい。ヒースピー焼いてほしい。うわ、焼かないか、やばい。あ、終わる終わる。終わりました。まあ初手エリジャイやめてください、皆さん気ぃつけてください。ちょ、ゴルナイね、マイティでもいいんじゃねっていうので、ちょっとマイティがダメやってみようと思います。さあ、来ました。あ、ショーエイビー、あれだ、スパーキージャイ、いや、エリポンがあったかどうか覚えてないけど、ババガゴみたいな、ジャイスバガゴ変なデッキのイメージがすごいあります。で、エリポンはね、あったらなえるんで、ないことを祈りたいですね。さあ、ギャング、ババジャイスパーキーみたいな人だったと思うんですよね。さあ、来ました。まあ、一旦墓石置いて、まあ、ベビドラとライトニング防衛かな、ここは。ガーゴ嫌だね。てかもうスパーキー嫌っすね、普通に。やっぱスパーキー結構きついんで。さあ、ライトニングして。あれ？なんか。やばい、これトレンデでも撃つやつ？撃たないで。あぶねーい。怖ーい。ジャイスパウィザード来たー。いや、エリポンは
はないか。いや、あったらこれ渋いっすね。あったらさすがにね、エリポンちょっと強い気がすんな。だからエリポン入りって言ったら、まあ5で3死ぐらいしかないけど、1コスト絶対取れるっていうなら、もうホグにね、あー、いましたね。ホグに、もうエリポンとか入れて、もう、こう、超高回転、ね、ホグとかも。まあ、ゼロではない。昔あったんだよね。いや、これ相手ザップか。うん。え？ザップがない？え？そんな簡単にくれる？あー、まあでも後ろからスパーキーで形組んだら勝てるからいいやっていうやつか。そういうこと？あー、え、どうせ来るんだね。いやー、ここ、怖っ。ね、マイティで一本取れること自体がなんか怖いわ。さあ、タルーはね、やり得。からの、これ見て、俺おしゃれなんで、自分で言っちゃった。マイティでね、処理するんですよ。めっちゃおしゃれじゃない？この爆破。なんか微妙か？さあ、ライト打って、耐えちゃうんぜー。OK、いや、いいね。40秒なんで、もう一回防衛します。あ、マイティ防衛ね。いいね。正直、マイティ攻めよりも防衛だと思ってるんで、僕。え、これ、掘るよ。掘って。いやー、これ強い。しかも、なんならここでもう一回逃げれる。いや、この爆破よ、この爆破。いや、めっちゃいいやん。さあ、で、ここは、アイウィズにさよならしてもらいながらの。からのエリジャイ7コスドゥーン。7コスドゥーン。8コスだったら今ですからね。7コスなことによって、いやー、いいね。ちょっと相手もね。いや、エリジャイちょっと早くねーっていう。いや、いい。めっちゃいい、めっちゃいい。いや、7コスの方が多分前より使いやすいんじゃない？チンパン度は下がるかもしんないけどね。まあでも、エリジャイってタワーに届けばめっちゃ強かったんですけど、タワーに届けるのが難しかったんですね、今までって。で、今回よりこう、タワーに届けるのが難しい。施設とかで誘導されるときついとか。ってなると、もしかしたら、人によっては本当に大幅下方って感じる人もいそうですね。だから高回転でエリジャイ出せるのは普通に強いと思うんですけど、本当に相手がマジで鉄壁で、防衛カタカタで上手かったら通んないっていう攻めが単純に。そう。攻めが通んなくて、あれ全然じゃねっていうパターンも結構見えるっすよね。そう。いや、だから、むずいね。意外と、さっきまで褒めてたんです。急にちょっと思いました。相手が墓石アイスイズとか、例えばペッカとかだったら、勝てなくねっていう。エレジャイがやっぱ届かない。まあでも、それもなんか立ち回り次第とか、対戦相手次第とか、まあ結局それはもう本当その状況で変わるとは思うんですけど、さっきみたいな迫撃で高回転でエレジャイ何周もいけると逆に強い時もあれば、相手がね、もう一生守ってきて、一生守ってきたら俺の攻め通らんで、じゃあ勝てないじゃんっていうのもあるんで。まあそこも難しいですけどね。で、エリポンきついです。はい、嫌です。助けてください。マジであの、ライトニング無理なんですよ。エリポンにね、ガチで弱くなったっす。そう。なんで、エリポンがガチ強すぎて、マジであの、エリポンのじゃんけんゲーでゴリに負けるのは、嫌だ。動くね。まあでもエリジャイなんで、こっからね、気合でなんとかしたいな。もうエリポンが無理だな、でも。いや、エリジャイとドリル組み合わせて。よいしょ。さあ、エリジャイ投げまくるぞ。投げまくるぞ。1周目のエリジャイ。もう2周目、3周目、どんどんいっちゃうからな、俺。いやー、相手のね、いいトルネードにちょっとやられたので。いや、男の許容ですよね、こんなの。許容して、まあ、ライトかな。
お、頼む。マッスルパンチ、マッスルパンチ、マッスルパンチからの必殺来た。必殺マイティを本当に使う時が来た。必殺マイティ頼む頼む。いやー危ない。でもライト使ったんで、個別に真ん中ゴール来ても宝石で終わりなんで、いやーこれは耐えましたね。いやでもエリポン強いなマジで。普通にこのエレジャイとかにも入れたいぐらい強いっすね。なんか勝てないっすね、エリポンに。普通に高回転エリポンにしばかれる。エリポンゴレか、いいだな。さあライトニング使ってほしいな。エリポンゴレ、エリポンラバも昔ありましたけどね。まあエリポン、なんでもエリポン。さあマイティ出しちゃいます。いやー、さすがにこのマイティ対応してくるかな。対応してこないならいかんでもよかった。いやこれライトニングででもなんかいろいろこうぐっちゃぐちゃにしてみたいな。マイティ絶対ゴルナイの方がいいっすね。気づきましたけど、間違いなくマイティはね、マイティじゃない方がいいっすね。掘って掘って掘りまくれ。お、なんかエリポンが来た。これは絶対ミスか。間違いなくミスだな。さあ、からのエレジャイの強みです。2周目エレジャイいってらっしゃい。からのバレないとこでマイティを召喚したい。さあ、これバレてないな。マイティ召喚して、マイティタイム。いや、めっちゃいい受け。え、めっちゃちゃんと受けてる。気づいてる。さあ、タイブレイクなんで、さすがに勝ったかな。いやー、やられてましたね、普通に。いや、エリポンガチで強いね。てか、まあ、ライトニング弱いかもしんない。だから、エレジャイとかも今後もしかしたらクエイクの方がいいかもしんないね。いやー、エレジャイなエリポンやばいっすね。てか、ライトニングやばいのか、もう。エリポン、バカ強いかもしんない。さっきの感じ。なんかもうライトニング使っててエリポン引いたら結構負け角ぐらいの、まあそれは言い過ぎかもしんないけど、本当にそう、もうエリポンと当たった時点でアドイになるので、相手がね、エリポン側がね有利になるんで。さあ来ましたね、そういう話をしてると。ヒースピなんで3しかな。いやこれで相手は5コスト使ったことになって、俺は6コスト使ってんすよ。いやえぐい、これで相手に1アドです。いやこうなると、もうライトニングが終わりか。ライトニングデッキはね、エリポン激渋になるんじゃないですか、もしかしたら。いやどうだろう。いや結構きついっすね、正直。さあエリポンさんし、まあエリポンは限られてるんで、ぶっちゃけ、まあエリポンゴレなりエリポン三子なり、まあ限られてはいるんですけどね。さあ男の許容のちょっとだけこのエレジャイ側をプレッシャー与えたいんですけど、あれは全然マスケが強すぎて、そう痛いね。まあここは強ですね。でリポンね、何もしなきゃ損なのでライトニング打つっすよ、そりゃあね。さら相手に1コスプレゼントす。いやえぐいなこれ、エリポンバカ強いかもね。なんかやりすぎちゃった説ないっすか、運営さん。いや、こう考えると、エレジャイは渋いですね。てか、エレジャイが渋いんじゃなくて、もうライトニングが渋い。ってことは、総合的にエレジャイが渋いんですよ。そう。っていう考えになります。いや、これ、ゴルナイからだったかな。よいしょ。さあ、まあ、許容しながらの。いや耐える、まあ耐えてはいるんですけどね、耐えてるだけなんですよね。いやここのエリポン美味しいな、タワーと削れる。さあ
これやばいっすよね。なんか鬼しんどくないっすか。やばいな、マジでエリポン時代だこれは。ガチでエリポンバカ強くね。っていう気がしてるけど、そこは PS カバー、うん、よいしょ。さあゴルネ走らせて気合でダメージをある程度稼ぐ。まあ、あと1分半もあるんで、まあ、無理はしなくていいんだけど、相手のベビドラきついのとエリババ咲いたんで、これ行っていいな。いやー、ちょっとダメージ稼ぎたいね。墓石置いて撤退。うん、さあダメージリードは取った。あとはここも一回守れるかどうかっすね。さあで低め墓石強いんでね、低め低めで、耐えて、もう耐えです。頑張って耐えてください。よいしょ。さあタイブレイクで勝てるんで、一勝いもって勝ち逃げです。さあゴルナイ警戒してる。いや、うまい、それ。勝ち逃げプラン。勝ち逃げしたいよマジで、一生ひもって。マジで、勝ち逃げしたいよ。勝ち逃げさせて。やめて。ダメージ稼ぐ。よしよし。いや、ゴールデン硬い。いやー、オッケー。いやー、耐えましたね。さあ、いやー、うまいな。てか、もうエリポンきついわ。ライトニングでエリポン確定アドなので、ちょっとまたエリポン動画もね、出したいと思います。めっちゃ強いです、エリポン。エリジャイ動画なのに、エリポンの強さにびっくりしてます。さあ、ということで、個人的には、なんかエリジャイ、どうだろう。いい部分もあるし、悪い部分もある。いや、でも総合で言うと、いや、ぶっちゃけどっちもどっちって感じですね。思ったほど強化ではないかもしれないという思いはあります。また皆さんのね、意見とかもぜひコメントでお願いします。まあなんか使いやすくはなったんですけど、一発の重みがやっぱ減ったっていうのがね、痛かったかなっていう思いがありました。ということで、よければチャンネル登録もね、お願いしますよ。大塚ちゃんです。またね。